博多行きをご利用くださいましてありがとうございます。また本日は電車が遅れましたことをお詫び申し上げます。九大本線は台風強風の影響のために早朝から電車が遅れておりました。そのため現在この電車は北行きを65分ほど遅れて発車をしております。これから久留米、鳥栖、須賀市、終点博多の順に止まります。列車は前の方から4号車、3号車の順で、一番後ろが1号車です。4両での運転です。この列車は全車指定席の特急列車です。お手持ちの指定席券で、号車番号、座席番号をお確かめの上おかけください。お手洗いは2号車と3号車であります。列車内は電気を含めまして、すべて禁煙です。また客室内での携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定し、客室内でのご通話は周りのお客様のご迷惑となりますのでおやめください。ご協力をお願いいたします。次の停車駅は久留米です。次は久留米に停まります。なお途中浮羽駅で進行停車があります。あらかじめご承知ください。本日は列車が遅れましたことを深くお詫び申し上げます。現在列車は65分ほど遅れて運転中です。
久留米に着きます。久留米で降りるお客様、車内にお忘れ物をなさいませんようご支度ください。列車は間もなく久留米に着きます。降り口は左側です。4番乗り場に着きます。久留米からのお乗り換えのご案内です。鹿児島本線、大牟田、熊本方面、鹿児島中央行きの特急リリースまで61号は19時58分の発車です。階段、エレベーター、エスカレーターで隣のホーム3番乗り場へお越しください。貝塚、瀬高方面の快速荒尾行きは20時7分の発車です。九大本線から鹿児島本線に入ります。恐れ入ります。ただいま信号停車です。
忘れ物、落とし物をなさいませんよう、今一度お確かめください。本日は列車が遅れましたことをお詫び申し上げます。降り口は左側です。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。久留米です。この列車は電車指定席の観光特急列車です。踊り間違いのないようご注意ください。観光特急列車、湯布院の森6号博多駅です。